待っていたぜ。お前さんたちがフィールドに出てくるのをよ。話は聞いているわ。あんたレイちゃんを狙ってるんですって。アファシスが欲しいならエネミー狩るなりレンタルなり何でもしなさいよ。俺様が欲しいのはそこのアファシスちゃんただ一人。お断りします。そういう率直なところ嫌いじゃないぜ。ほら、レイちゃん嫌がってるじゃない。無理やりの勧誘はマナー違反よ。これは勧誘じゃねえ。所有権を得ても俺様はアファシスちゃんの自由を保証する。マスターの登録なんてクソくらいだ。俺様は相棒としてアファシスちゃんが欲しいんだからな。そういういいことを言われるとちょっぴり反応に困ってしまいます。俺様と勝負しろ。今すぐここでだ。俺様が勝てばアファシスちゃんをよこせ。その代わりお前さんが勝てばいいアイテムをくれてやる。とびっきりのやつだ。それは欲しいけど、勝負の方法は？お前さんたちもパーティーを組んでいるようだし、俺様の仲間たちと対人戦でどうだい？どうする？断って逃げちゃうのも手だけど。仕方ないわね。でも相手はベテランプレイヤーよ。油断しないで。言わねえ。今回は俺様の負けだ。引き下げとらえよ。約束のブツだ。ねえ、ちょっと待って。今回はついニュービーだと思って手加減しちまったからな。これが俺様の真の実力だと思うなよ。うちの親分はしつこいぞ。勝つまで絶対諦めないからな。せいぜい覚悟しておくことだ。あばよ。とんでもないのに目をつけられちゃったわね。人気者はつらいのです。
よーよー、待ちくたびれちまったぜ。久しぶりだな、アファシスちゃん。そんなに久しぶりじゃないですよ。外に出ると必ずジョーがいますから。親分、追っかけしているのバレバレみたいっすね。俺たち尾行や潜伏系のスキル持ってないしな。またあんたたち、そういうのってね、ストーカーっていうのよ。まあまあ、ジョーはいい人です。この前はお菓子をくれました。細かいことは気にしないでください。何をもらってもジョーの仲間にはなりません。つまりマスターであるお前さんを倒さないとアファシスちゃんは俺様の仲間になれないということだ。どうしてそういう理屈になるのよ。正々堂々と勝負しろ。勝負はこの前もやったでしょ。戦うなら受けて立つけど、レイちゃんをかける意味はないわ。情報でどうだ。アファシスちゃんのパーツを集めているんだろ。俺様はアファシスちゃんのパーツの情報を持っている。こいつは情報屋で買ったらかなり高くつくぜ。なんでそんなことまで知ってるの。アファシスちゃんのことなら何でも知りたいからな。集めた情報の中にあったのさ。まあ勝負を受けようが断ろうが、俺様の照準はお前さんの眉間に合わせてやるぜ。パーツの情報は欲しいわね。どうする。そうなるわよね。さあ、私たちの勝ちよ。パーツの情報をよこしなさい。まさかこの俺様か。一度した約束は必ず守る。ほら、これがパーツの情報だ。パーツが手に入ればさらにパワーアップできるのです。大事な情報をありがとうございます。いいってことよ。さて、敗者は潔く消えるとするか。またな。もういい加減諦めればいいのに。レイちゃんもお菓子なんかもらっちゃダメよ。わかりました。今度はアイテムや情報をもらうようにします。
大型アップデートの続きってまだなのかな。 SBC フリューゲルはまだ解放されてないんでしょ。きっと何かしら仕掛けがあると思う。クエストクリアが条件になっているとかね。早く始まらないかな。ワクワクするよね。失礼しますわ。ゼリスカさん、お久しぶりです。あら、クレホちゃん、ここってあなたのホームだったの？あなた、またレイちゃんから目を離したでしょう。先ほどショップの窓に張り付いて店員 NPC に不審な目で見られているところを保護しました。ただいまです。ちょっとだけお散歩に行くだけのつもりだったのです。私がマスターに何も言わず出たのがダメだったのです。いいえ、保護者責任というものがあるの。今回はデイジーちゃんが見つけたからいいけれど、今度見つけたらうちの子にしちゃいますからね。セリスカはとても優しいけど、私のマスターはこのマスターなのです。だったらレイちゃんも気をつけてね。マスターのそばを離れたらサポートができません。なぜレイちゃんはお外で迷子になるのですか？別に迷子にはなってないのです。ちょっと帰り道がわからなくなっただけなのです。それって迷子だよね。でもどうして窓に張り付いていたの？欲しいものがあったのです。お金が足りなかったの？もしかしてお小遣いをもらってないの？マスターはまだヘナチョコだから、マスターの装備を優先したいのです。アファシスにはお小遣いシステムというものがあるの。自由になるお金を与えることで、その子の個性に応じてアイテムを購入しておいてくれるのよ。時には手に入りにくい武器や強化に役立つアイテムを入手してくれるわ。もちろん変わったものを買ったり普通にお小遣いとして使う場合もありますけど、どちらにしろ GGO で共に生きるパートナーですもの。少しはそういうところにも気をつけてあげてね。分かっていただければいいんですの。では突然失礼しましたわ。マスター、今まで言わなくてごめんなさいです。お小遣いシステムを使えるようにしたので試してみてください。マスターのために掘り出し物を探してきますね。ねえねえ、あんたいつの間にゼリスカさんと知り合いになったの？やっぱりゼリスカさんって無冠の女王って呼ばれてる人？私も名前を聞いたことがある。でも攻略もしないみたいだし、ランキングでも見かけないよね。そうそう、すっごく強いソロプレイヤーなんだけど BOB やイベントには一切出ないの。何度かソロ同士のよしみで助けてもらったりお話ししたことがあるんだ。強いし美人だし優しいし、あんな風になりたいな。へえ、そんなに強いならこの前会った時に決闘を申し込めばよかった。ねえクレハ、今度見かけたら頼んどいてよ。どうだろう、なぜかは知らないけど目立つことが嫌いみたいなんだよね。
あいつらの2回戦は終わったみたいだな。なんとか勝てたみたいでよかったぜ。準備はいいですか？運用はどうしますか？もしかしてお小遣いですか？お金のことですよね。準備はいいですか？遅いね。人間だよ。行かせてもらおうか。始まりの合図だ。よっ。遅いね。よっ。それ。はーっと。始まりの合図だ。それ。はーっと。はっ。そりゃ。いやー。行かせてもらおう。そりゃ。でい。よっ。ほっ。行かせてもらおう。いやあ、見え見えだよ。始まりの合図。そりゃ、見え見えだよ。それ、どう。
行かせてもらおうか。遅いね。よっ、ほっ、よっ、ふっ、それ、ほっ、はーっと、ほっ、いっちょ、せいせい、そりゃ、さあ、ほっ、行かせてもらおうか。よっ、始まりの合図だ。行かせてもらおうか。一丁見せるぜ。行かせてもらおうか。始まりの合図だ。よっ、よっ、一丁見せるぜ。よっ、ふっ、それ、ふっ、それ、はーっと、そこだ。よっ、スイッチ、始まりの合図だ。ふっ、それ、ほっ、はーっと、ほっ、はっ、よっ、行かせてもらおうか。いや、遅いね。ほっ、ふっ、それ、よっ、はーっと、よっ、よっ、行かせてもらおうか。ふっ、それ、ほっ、はーっと、ふっ、それ、ほっ、はーっと、ほっ、
よほ始まりの合図だ。始まりの合図。やあ！一丁せんぜ。行かせてもらおうか。スイッ！さあ！始まりの合図。さあ！せい！レイちゃんをよこせと言われた時はどうしようかと思ったけど、こうして無事パーツが手に入ったから結果オーライね。バザルト・チョーか。面白そうなプレイヤーだけど、まあ当分は大変だな。私も協力するから、レイちゃんを絶対に取られないようにね。私たちも気をつけましょう。ほんと相手の気持ちを考えない男って最低ね。うんうん、男の風上にも置けねえやつだな。ツッコミはしないから。まあまあ、それで今回はどんなパーツなのかな。アレイちゃん、早く試してみてよ。可愛さが上がりました。親バカというかマスターバカなんだから。で、どんな機能が追加されたの、レイちゃん。アバターコーディネートができるようになりました。これでいろんなおしゃれができます。よかったね、レイちゃん。レイちゃんに似合いそうな衣装を作ってみようかしら。いいですね、私もお手伝いします。記憶の方はどうなのかしら。何か新しいことを思い出した？SBC フリューゲルは普段は見えますが、今は見えません。まだパーツが必要みたいね。この内容だけだとまだよくわからないわ。まずはアファシスのパーツの情報から探さないとな。それでは運用はどうし
しますか。まずはじめに任せてください。